ニュージーランド航空の南極観光ジェット機が謎の失踪を遂げた。お南極調査隊の必死の捜索の末、旅客機の無線信号が途絶えた座標の先に未知の巨大な山脈が立ちはだかっていた。前人未到のその山脈は最高高度が1万300メートルにも達する。エベレストを超える世界最高峰であることが明らかになった。誰が呼んだか狂気山脈。そのあまりに暴力的な頂に今無謀にも挑もうとする者がいる。果たして神々の頂の上で探索者たちが出会うものとは。狂気山脈邪神の頂やっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。登るぞ。はい、はい、まずブリーフィングです。はい、はい、オーストラリア某所、登山道具が所狭しと壁にかけられたロッジの中、暖炉がパチパチと音を立てて部屋を温めています。白髪の老人男性を中心として6名がその場に集まっています。いずれも色とりどりのウェアを着た登山家たちです。でその中でですね、その中心にいる白髪の老年男性が挨拶をします。みんな集まってくれてありがとう。僕はケビン・キングストンだ。イニシャルを取って K2 と呼んでくれると嬉しい。もちろんイニシャルに恥じないように K2 は単独で登頂しているよ。今回パーティーのリーダーを務めることになった。よろしく頼むよと挨拶をします。まあ、皆さん事前情報とかで大体いろいろ調べてもらって知ってると思いますけどK2 は標高8611メートルでエベレストに次ぐ高さを誇る山ですね。で登頂の難易度は世界最高峰のエベレストよりも上で世界一登ることが難しい山とも言われています。でその山をまあ単独で登頂しているというケビンは、まあ、世界でも一線級の実力者であるということが、まあ、あなたたちには分かるでしょう。はい、今回のパーティーはここに集まった6名だ。初対面の者も多いだろう。まずは自己紹介をしてくれということで自己紹介が始まります。じゃあ翔平頼むわ。松竹梅稲穂、23歳男、岡山県与那城町出身、日本有数の製菓メーカーである全日本バリバリ製菓の四男兄弟ともども、父親からどんな分野でもいいからトップになりなさいという言葉を幼少期から聞かされて育ちます。まあ一通り、芸術、学問、スポーツなど、やったんですが、どれもそつなくこなせたもののトップというには程遠かったです。そのため幼くして自分には何の才能もないと思い込み、あらゆる分野で才能を示す双子の姉へのコンプレックスから才能頂点といったものに執着を持つようになります。中学生の頃、友人にたまたま誘われた、地元山岳会ゴールデンキャノントリプルマウンテンクラブにて登山の才能を開花させます。特に岩壁登攀においては、天部の才とも言える素質を示し、それ以来山にのめり込んでいきます。1年の3分の2は山に入り、陶器谷川岳、陶器小高岳、屏風岩など国内の難所と言われる箇所をあらかた制圧し、海外にも目を向けるようになります。普段は人懐っこく気のいい性格で友人も多いんですが、負傷者が出たりスケジュールに支障をきたしたなどして下山を余儀なくされる状況であっても、登頂を強行しようとすることが多く、何よりも頂上を優先させるその態度に山岳会のメンバーは辟易し、いつの間にか彼と共に山に入るメンバーはいなくなってしまっていました。以降は単独での登頂をもとし、それ以降は陶器三大北壁、マッターホルンとアイガーと、あともう一個なんだっけ、あとなんか、単独登頂しました。さらにアンナプルナ南壁を単独登頂し、登山会においてもその名を知らせたすげえじゃんお前レジェンド勢なんだよな初じゃないんでね全然まあ、しかし未踏峰を狙う稲穂はそれでも満足せず、未だ未踏であった K2 東壁を目指すも、3000m 地点で滑落、はい、重傷も2日間にわたる琵琶湖を乗り越え奇跡的に生還します。K2 への心残りは強いが、突如として現れた人類未踏、K2 アンナプルナとは違い、いかなる人類も頂上に立ったことのないとされる狂気山脈の存在に、心を躍らせています。イノが、アイゼンを扱うキックが70、回避が50、応急手当が70、後半が95、
跳躍が80、目星が90で、聞き耳70、ナビゲート90の知識学が56です。うん、で、松竹梅のハンドアウトですが、これですね、うん、ハンドアウト1の A、孤高の人。はい、君は登山家だ、それ以上でもそれ以下でもない、君が山の頂を目指すのはそこに山があるからだ、前人未到の世界最高峰、君がそこを目指さない理由がない、ミッション山頂に立つということでね、はい、じゃあ他の5人に挨拶をしてください。松竹梅稲穂っす、よろしくお願いします。よろしく頼むよ。K2 さんあれですか、 K2 どこからやっつけたんですかどこなんだろうな、まあ一般的な、多分単独登攀だから一般的なところから行ってると思うけど、うん、いやー俺 K2 にやっつけられちゃってめっちゃ羨ましいっすよ。いやー君もかなり輝かしい登攀歴を持っているじゃないか。君のような若いのに優秀な隊員が入ってくれて僕も心強いよと言って、松竹梅の肩を叩きます。じゃあ PC には高畑。お、あ、そうか、俺か。ほう、トーファン。お、いい顔してるね。いい顔してるね。いい顔してるね。カラコルム山脈に住む少数民族の出身らしいが、ちょっとそこははっきりとしない。幼い頃から兄と共にポーター、あの山登りの荷物運びですね。そして生計を立てるようになる。で、ある時その身体能力をとある日本人富豪登山家に見込まれ、各地の登山に同行するようになったことから本格的に登山家としてキャリアを積み始める。現在は日本で山岳ガイドをして稼ぎつつ、放送大学の大学生をしながら登山を続けています。狂気山脈の第一位登山隊に兄の、ホー・トーリーと一緒に参加する予定だったが、登山会職業に足を滑らせて捻挫、それによって脱落してしまいます。人類初の狂気山脈登攀を兄と友人たちに託して下山したが、その後第一位登山隊機関車ゼロの方を受け、兄を含めた熟練メンバーが全員機関的なんてありえないと、その強い思いを胸にですね、第二位登山隊に志願しました。で、技能がキック80で、これ趣味で一時期やっていたマーシャルアーツ武道の長剣ですね、蹴り技を主体にしたカンフーが41、応急手当60、追跡70、登攀92、跳躍70、目星70、耳40、ナビゲートが70、かじってる地質学が22、日本語は30です。なるほど。まあ、一応セッション中のコミュニケーションは特に問題がないということでいいと思うんですが、はい、なんか怪しい日本語ロールとかをしたいときは自由にやってください。まあ、基本怪しい日本語です。ハンドアウトはハンドアウト 2B、最後の生き残りです。君は第一次登山隊として狂気山脈に挑むはずだった。しかし登山開始直後に体調を崩し、チームから脱落してしまったのだ。第一次登山隊機関車ゼロの保護を受けた時、君は決意した。彼らを見つけ出し、その無念を晴らすことを。ミッションは第一次登山隊全員を見つけ出すということなんですが、なんとですね、ハンドアウト2の A は帰らぬ友というあのハンドアウトがあるんですけど、それとなんかミックスしたみたいな確かにそうですよね、設定で来てるので、かなりもう読んでなかったっていうね、欲張り欲張ったね。まあでもすごくいいドラマが期待できるんじゃないでしょうか。はい、はい、頑張ってください。じゃあ他のパーティーメンバーに挨拶をしてください。さあ、初めまして、よろしくお願いします。ホートファンと言います。よろしくお願いします。よろしく頼むよ。ケツさんはあのカラコルム私出身だから、ケツのボタってもう本当にすごいよ、有名だよ。そうはい、そんなことはないけどねと言って頭をポリポリとかきます。いや、このチームに参加できることになってもう本当に私頑張るよ。兄のこともあるから、どうやっても今回の狂気山脈踏破するから頑張るよ。まあ君の兄さんが見つかるといいなと言って肩を叩きます。ありがとう、ありがとう。じゃあ3人目はジンベお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。天の海スバルです。お、山を登りながら世界を渡り歩くこの写真家です。もともとは登山道中での風景やその山固有の生き物を専門に撮っていましたが、登山家たちと同行し写真を撮っているうちに、彼らの大自然に挑む、姿をに心を打たれ、次第に題材が、川辺登山家へと進出させて、こう、まあ、登山家たちを専門に撮るような写真家になった。2人の目はフィルムを持ってお家に帰るんです。正しい。
で今回の狂気山脈では、山の登頂を目指そうとする、まあ、登山家たちの姿を変えるように攻めようと思い、転向するような形になります。はい。技能が応急手当が70と写真術とが90、後半が90、跳躍が60、目星が80、聞き耳が80、ナビゲートが70と、まあ、あの山に関連してオカルトが40と、生物写真の方が生物学が81です。なるほど。以上です。はい。じゃあハンドアウト出します。ハンドアウト 3-A 伝説の見届け人。君はカメラマンだ。君にはかねてより目をつけていたクライマーがいた。それはハンドアウト1の探索者。これは、松竹梅稲穂のことですね。だ、彼は前人未到の伝説を成し遂げようとしている。その伝説の見届け人となること、それが君の目的だ。ミッションは、伝説的盗聴の記録を残すです。じゃあ他のパーティーメンバーに挨拶をしてくれるかな。いや、天の海すばるです。よろしくお願いします。あ、よろしく頼むよ。ね、他の2人とはなかなか年齢が上になってしまいましたが、まあ足元にならないようお願いします。君は写真家という経歴の割にはかなり登れる方だと聞いているよ。ええー、そうです。まあ自慢じゃないですが、いろいろ世界中の山の登らせていただいてます。緊張してんだよな。大丈夫ですか、青森さん。あ、ごめんごめん。きっとそれはないよ。大丈夫だよ。いやー、なかなか有名な嘘しくらくんもいるんでね、ちょっと緊張してたかもしれない。今回は君の登頂制覇する姿をバッチリそのさせてもらうからね、頼むよ。いやー、楽しみなメンバーだな。君たちのような先鋭登山をしている3人と一緒に登れるとは心強い限りだよと言って、他の2人のメンバーもですね、紹介してくれます。はい、はい。まず目つきは多少鋭い感じというかですね、なんですけれども、まあ美目秀麗と言っていい見た目の女性です。セミロングの黒髪に理髪的な表情でキリッと立ち上がって挨拶をします。穂高あずさです。日本生まれ、医者をしています。今回はパーティーの医療スタッフとして参加させてもらいます。職業登山家ってわけじゃないから、皆さんのように先鋭登山の実績があるわけじゃないけど、それなりに山は登ってるつもりというとですね、ケビンが穂高の隣に行って補足します。彼女は僕が個人的に声をかけたんだ。信頼していい。そこいらの自称登山家よりはよっぽど登れるよ。国境なき医師団で紛争地帯を走り回りながら働く傍ら、休日にはいろんな山をやっている。技術も知識も十分だ。ペトさんのお墨付きならもう万全ね。よろしくお願いします。よろしくお願いするっす。そしてですね、もう一人の、若くて軽薄そうな表情の男です。見る者が見れば、まあ、皆さんたちが見ればすぐに分かるでしょう。身にまとっている衣服や装備がいずれも高価なメーカーのものです。コージーだ。出身はオーストラリア。よろしく。で、先ほどのあずさと同様に、ケビンが補足します。彼は今回の登山隊のスポンサーとなってくれたオスコー財団の御曹司だ。御曹司だなんて言い方やめてくれよ。俺はいわゆる金持ちのボンボンとは違うんだ。自らの足で自然に抗う一流のアルピニストなんだ。今回の登山だって親父が金を出さなかったとしたって俺は登っていたさ。いいか、俺は俺の力で登るんだ。オスコー家の力で登るんじゃない。そこにいる松竹梅とかとは一緒にしてもらいたくはないな。いやー、つってもあれっすよ、俺も金持ちのボンボンみたいなもんっすよ。お前みたいに親の力で登ってるのとはわけが違うんだ。だそうだ。まあ仲良く頼むよとケビンが自分でやって自分で収める。ボードとかを出してきてですね、K2 が説明を始めます。さて概要を説明しよう。ご存知の通り、この科学の時代になってもかの南極大陸は謎のベールに包まれた土地だ。そこについ先日驚くべき山脈が発見された。現実世界とは違って、クトゥルフのこの、世界線では南極はまだ未知の大陸、わからないこともたくさん残っているというふうに認識してください。お願いします。はい、誰が呼び始めたかは知らないが、狂気山脈、
最高峰の推定標高は1万300メートルにもなるという、エベレストを1000メートル以上も超える世界最高峰さ。とんでもないね。そうだ、とんでもない最高峰だ。頼もしいな。君たちも知っての通り、先日大規模な登山隊が組まれた。名だたる登山家たちが参加していた。しかし彼らは失敗した。帰還者ゼロだ。そのあまりに大きな失敗を前に各国は尻込んでいる。だが僕たちは登山家だ。今までにない大きな山が姿を現した。臆している場合じゃない。何が起こるかわからない危険な挑戦になる。だが夢がある。そうだろう、と言って皆さんの顔を見渡します。目に光とありますね、はい、南極上陸の許可やそこからの移動手段などはオスコー財団が手配してくれた。狂気山脈の周辺は気候条件が厳しくて安全上の観点から飛行機が近寄れない。だから南極上陸後、南極調査隊の犬ぞりを借りて山脈のふもと、おおよそ4000メートル地点まで移動する。そこから標高差6000メートルの登山だ。目標は山脈最高峰ただ一つ。航空写真から割り出された地形図をもとに最も登頂確率が高いルートを割り出した。第一次登山隊が通ったのとおそらくほぼ同じルートになる。何か質問はあるか。私は前回そこまでは行ってるよ。そうだな。大体日程の予定としてはどのくらいになりそうですか。ああ、なかなか見えない。そうだな。それについては君たちに相談があると、言って装備についての相談をします。はい、あらよっと。おお、すげえ。さて、じゃあ君たちに相談がある。主に装備に関してだ。あなたたちには装備を2種類から選んでもらいます。まず A、 キャラバン。こちらはですね、長期の登山に耐えうる十分な装備を運んでいくスタイルです。十分な装備の恩恵と精神的な安心感を得ることができますが、動きは鈍くなります。任意のタイミングで、デポ、これは不要な装備を置いていくことですね。デポすることで、B へ切り替えが可能です。持っていけるものは、食料が30日分、それと十分な装備。キャンプの体力回復にキャラバンの場合は1プラスされます。で、医学応急手当、それから精神分析をする場合、キャンプ時にプラス 10% のボーナスがあります。ただし動きが鈍くなるのため、登攀、ナビゲート、跳躍、回避はマイナス 5% のデメリットがつきますね。続いて装備 B、 ライト&ファースト。これは、なるべく装備を軽量化するスタイルです。素早く行動ができて体力消耗を抑えることができます。しかし装備による様々な恩恵を得ることが難しくなります。ボーナスがね、これちょっと分かりづらいんだけど、天候が悪いといろいろ動きづらくなったりするんですけれども、その時のマイナス補正があった場合にそのマイナス補正が 5% 軽減されます。つまり悪天候でも荷物が軽くて動きやすいということになります。それから、山を登っていく時に登るという行為に対して体力が消耗していくんですが、その消耗値がマイナス1、体力が減りづらいようになっております。あ、なるほど、はい。そして、持っていける食料は14日分となっております。で、この A と B のどちらにするかを、ケビンはあなたたちに相談してきます。どのぐらいの工程がかかるかわからないんだ。どちらの装備がいいと思う？いや、わかんねえんだったらでけえの持っていこうがいいっすよ。そうね、私もキャラバンだな。私もみんなに初めに言っておきたいんだけど、もちろん私みんなの登山に協力する。協力するでもそうだけど、第一登山隊の痕跡があれば、もっと言えば兄とその仲間たちの痕跡があれば、それをちょっと追いたいところはあるよ。それを考えてもキャラバンで余裕を持った方が私は賛成ね。そうか、3人ともキャラバンが希望ということでいいか。そうっすね。よし、君たちの言う通りだ。先々何があるかわからない、十分な装備を持っていった方がいいだろう、というふうに、じゃあケビンは同意し、あなたたちはキャラバンを選ぶことになります。まあ松竹梅君がいれば何日かの食料がお釣りが来るかもしれないね。いやでもめちゃくちゃ食うっすよ俺。そしてですね、あなたたちは出発前に準備をすることができます、はいはい、まず一つはですね、コンディション調整です。おお、
出発まで少し時間があるので好きな訓練内容でロールを行ってください。で成功した場合は体が仕上がり出発時の耐久力をプラス 1D8 プラス5することができます。わーすごい、すげえ、まあ、そんだけ死にやすいってことです。今のうちに上げとけよっていうことです。はい、わかりました。失敗した場合も上がるんですけど、失敗した場合はプラス5です。あ、まあ、一応上がるには上がる、上がるには上がります、はい、好きな技能で大丈夫ですよ。時間あるってどのぐらい時間あるんですか。まあ 1,2 週間あるじゃないですか。ああ結構あるんだ、うん、じゃあ、後半でコード順応しておきます。はい、あ、そうか、自分で振るんだ。そう、自分で振るんですよ。はい、成功ですね。じゃあ 1D8 を振ってください。2、あれまずか。じゃあ7上げてください。はい、じゃあオーストラリアは、コジオスコで、コード順応します。標高 2228m だそうです。まあ、高度順応できるほど高くねえんだけど、ね、2000メートルしかねえから。オーストラリア低いよな。まあいいや、まあ、世界七大大陸 の中で一番低くて登りやすいらしいからな、はい、じゃあしばらくそこに。まあそのせいで 1D8 で2しか増えなかったんだろうな。なるほどね。よかったな。じゃあ、トーファンを振ってください。トーファンもトーファンかな。トーファンもトーファン、トーファンもトーファン、はい、じゃあなんかあれですか、ね、トレーニング施設のボルダリングとかで頑張って、はい、おう、トーファンが92。おお、いいね。おう、じゃあ 1D8 で振ってください。バチコリ。あ、サポリに 1D8 あるんだ。あるよ、ある。まあ本当だ。5、じゃあ10増やしてください。めっちゃ増えた。おお、マックスいってんの。 HP は限界値超えて増やしといて。体が仕上がった。仕上がる感じ。じゃあ天の海もお願いします。天の海どうしようかな。応急手当。こう、はい、いいですよ、はい、うわでね、まあここはあの5はいいでしょ、普通に上がるってことで。これこのメリットなしだとマジで死ぬかもしれないんで普通に。5は上がるのか。5は上がります。上げてください。はい、で、あの今上げた HP が今後回復した時とかの最大値ということにさせてください。おお。ああ、じゃあマックス22ってことですか。ああ、そうそう。上げといてね。なんだ、キャラクターのところも増やしといてね。じゃあですね、情報収集に進みます。調べられる内容は狂気山脈について、第1次登山隊についてのいずれかとなります。で狂気山脈について調べる場合は、まあ、図書館、登攀、ナビゲートなどで調べることができます。オカルト、クトゥルフ神話、歴史、人類学などで調べた場合はさっき言ったものとは別の情報が出ます。なるほど。続いて第一次登山隊について調べる場合は、まあ、図書館とか神謡とか、まあ、何らかの その登山隊について調べられることで調べていただきたいと思います。ありました。はい、これ街中で調べるってことですか。そうですね、まあ、あるいは第一次団体の知り合いの知り合いとか。あ、どうしようかな。じゃあ元いた山岳会に知り合いがいたことにしましょう。じゃあ登攀でいけんでしたっけ。登攀でいいですよ。じゃあ登攀で振ります。はい、狂気山脈について。はい、そうですね。やべえな、出目高えな。危ないですねこれ、はい、まあ、情報は順番に渡しましょう。ホー・トーファンはどうしますか。登山隊について調べたいんですけど、はい、あー、どうしようかな。ポートファン、もともと交代やってたんで、はい、第一次登山隊の準備をした時に、なるほど、関わった山には登ってない現地の人間っていないですか。なるほど。まあ、南極調査隊とかから犬ぞり借りるんで、うん、そういうところからはまあ、つてがあるかもしれないですね。はい、前回行った時に、はい、関わりがあった、はい、けど山に登ってない面々に連絡を取って第一登山隊員し、はい、はい、わかりました。いいでしょう。何でいいでしょう。古技能はないよね。そうだね。まあ、こうなんかこじつけてくれれば僕もそれでいいよと言わないでもないですが、めちゃめちゃ山登り系しか売ってないからな。
をなんか現地の調査隊に特徴的な片言の日本語を話す兄がいなかったか覚えてるかも。日本語技能、はい、日本語ね30しかないけど大丈夫頑張ってそれ以外はの探索系の技能がないんだよ、はい、あ、いや、そもそものとこで、うん、第一次登山隊が山に向かうとき何かおかしいところがなかったか覚えてる人間がいないか幸運。はい、いいよ、幸運で70。はい、あ、失敗。うわー、情報出ない。まあ、この情報を天の海がっていうのもありますけれども、天の海は今出ない感じだとオカルト系で調べたものか第一次登山隊についてかどっちかですね。そうだな、オカルトで出したいな。ああ、本当だ、オカルトの、オカルト持ってんだ。そう、ただね、そんなにないんだよ。40だからな。そう、まあ、まあ、じゃあ第一次登山隊は何か後半ともいいんですよね。基本的には図書館とか信用とか情報を得る感じになります。あの、狂気山脈について当伴で触れるのは山屋ネットワークで調べられるということでしょう。あ、まあどうしようかな。じゃあ写真家ネットワークでなるほど、なるほど、写真家ネットワークで、なるほど、第一次登山隊の、まあ、写真の記録は残ってるんじゃないかという。なるほどね、うん、どうぞ。じゃあ写真術が九州、なんで失敗したら僕は帰ってこないのかな。これお、成功。あ、よかったよかった、はい、じゃあ2つ情報を出します。まず狂気山脈について、はい、南極大陸の奥に発見された巨大な山脈、推定高度は 13,363m、 確認できる限りの世界最高峰であり未踏峰であります。気象条件が厳しく十分な調査ができていない。航空写真の分析から登頂可能と思われるルートを割り出して挑むことになる。そしてですね、 6000m を超えたあたりから雪がなくなり漆黒の山脈となるという情報がつかめました。おお、 6000m、 6000m を超えたあたりから雪がなくなり漆黒の山脈となります。そして、9000m 地点に高い登攀技術を要求される岩壁、大黒壁、グレートブラックウォールが存在します。持ってこいだぜ。近年ニュージーランド航空の旅客機が行方不明になり、その捜索の最中にこの狂気山脈が発見されました。なお行方不明になった旅客機は未だに発見されていません。第一次登山隊について、第一次登山隊はニュージーランドの国家プロジェクトとして発足しました。新たな世界最高峰の登頂という偉業を成し遂げるため、世界最高の登山家たちを集め潤沢な支援により実行されました。しかし途中までは順調に進んでいましたが、標高 8000m を超えたあたりで音信が途絶えました。最後の通信ではメンバーたちの言葉は支離滅裂で、まるで狂気にでも侵されたかのような様子だったという。そして第一次登山隊のリーダーの残した、ここは狂気の山脈だ、来てはならない場所だという言葉の不気味さから、ニュージーランドはプロジェクトの続行を断念しました。第二次登山隊はそのプロジェクトの断念を知ったケビン・キングストンにより民間ベースで発足されました。ではですね、あなたたちはそのような情報を得て南極にいよいよ向かうことになりますが、準備はよろしいでしょうか。一回トイレ行こうか。あ、はいはいはい。はい、じゃあ一回休憩入れます。はい。うっす。